白は2センチずつ赤は1 5センチずつ黄色は1センチずつそれぞれをカットしてくださいまずは白い紙を裏表があるかどうか確認してから半分に折ります。 爪などを使ってきれいに半分に折ります。次に物差しで測って真ん中を決めます。九点四五センチですね。真ん中に印をつけたら、真ん中から五ミリずつ測って印をつけます。真ん中から五ミリ測ったところの縦に。 1>, 1センチ線を引きます反対側の5ミリ先の方にも縦に1センチ線を引きましょう今度は線を引いたところにハサミを入れます1センチでしっかり切りましょう 切れましたら広げて真ん中に中指か人差し指で押し上げます。そうするとこのように反対に山折りが出てきます。それをきれいに切ったラインに沿ってきっちり半分に折ってください。しっかり。 折りましょう。広げてみると、綺麗な山折りができています。余った白い紙を取り出し、一センチ幅、四センチでカットします。カットした一センチかける四センチの紙を半分に折ります。さらに、半分に折ります。 紙を広げましたら、のりをつけます。半分に畳みます。谷折りを上にして、今度は両面テープを接着します。ちょうどいいところで手で切ってしまいましょう。 ハサミを使うと、ハサミがべたついて使えなくなります。よく貼りましたら、台紙を剥がします。両面テープのついた方を谷折りにして、先ほどの山折りにしたところに装着します。 そうしますとこのように補強されますので、もう一度折り曲げて90度の綺麗な山折りにしてください。今度は9センチで切って、1センチ印をつけたらその手前で半分に折ります。また半分に折りまして、 また半分に折ります8センチを4センチ4センチを2センチ2センチを1センチにして一度広げてみます広げましたら一度半分に折って今度は折り目を内側内側へと折っていき四角いボックス状に折っていきます 1>, 1センチ余らせたところは、のりしろです。このようなキューブ型になりましたでしょうか。また帯を広げて、のりをまんべんなく塗っていきます。1センチのところを避けて、また半分に折りましたら、組み立てるように四角くしていき、のりしろを貼って四角いキューブにしていってください。 次に四角い部分に両面テープをつけるのですが、こののりしろ出ているところに一つ貼ります。そうしましたら反対側にももう一つ両面テープを貼ります。白い紙の次にくる用紙を取り出し、半分に折ります。きっちりと合わせてきれいに半分に折り、 爪などを使って折り目もしっかりつけましょう。ここに先ほど作った白い紙をのせていきます。四隅同じ幅になるべくなるようにして、半分に折ってみましょう。そうしましたら、ずれないように手で押さえながら、 90度にしていきますペラッと一枚めくってのりづけをしていきます白い紙をぴらっと下ろしたらのりづけをしていきますが赤いところがきれいに出るように合わせてのりづけをしてください 手のひらで伸ばすように綺麗に貼っていきましょう。そこから90度のまま反対側にします。くるっと反対側にして、利き手の方でまたのり付けをします。このようにできましたか 同じように3枚目の紙も半分に折って同じようにのり付けをしていきます先ほど作った白と赤の紙をのせて同じようにのり付けをしていきます90度にしてから紙を合わせてピラッとしたらのりをつけて 先ほどと同じように貼り付けていきます。四方の色紙の幅をよく見て、感覚よく貼っていきましょう。中心がしっかり合うように合わせて貼っていきます。九十度を守ってください。また反対側にしてくるっとしたら、黄色い紙に糊をつけて接着をしてください。 両サイド、手でならしながら平らにしていきます。さあ、最後の紙も同じように貼っていってください。厚みが出てくるとずれやすくなるので、しっかり合わせましょう。のり付けをします。さあ、皆さんは、 一流万倍、一期一会、どちらをポップアップにしますか私は一流万倍。さあ、九十度で合わせてみましょう。一センチほどに切った両面テープを山折りの、ちょうど一流万倍がつくところに貼り付けます。 台紙を外します。一流万倍の下のところをつけていきますが、下に模様があります。倍より下ですので、そこが折り目と重ならないように、折り目にちょうど平行になるように留めてください。折ったときに曲がらないようにということですね。 はい、どうでしょう。パタパタ。そして、先ほど作ったキューブの。紙の帯ですけれども。とうとう。登場です。一つ。二つ、台紙を両方とも取ってしまいます。そして、まずは一流の一の後ろにピタッとつけまして。今度は。 九十度に曲げた状態で貼り付けます台紙の方に貼り付けますいかがですかうまく貼り付けられましたでしょうか一度閉じてみましょうパタッと閉じてもう一度開きます立ちましたか これがポップアッププアの原理ですね。もっと飾りたいという方はクラフトパンチで切ったもみじやイチョウの葉桜などを貼り付けてもいいかも。